まあ、今日多分中心となってやっぱり話をさせていただく、うん、この金の糸だけでも 3,4 時間いつも喋ってるやつね。確かに金の糸って皆さん知ってます？見えますかね。あ、見えるかな。これ本物の24金の糸なんですね。こんな感じなんですよ。こんな感じにこの24金の糸を入れるんですね。でそうすると例えば、うん、目の中にね、はい、ゴミが入ったらどうですか。ゴミを出そうとするんだ。そうなんですよ。人って自分が作った以外のものが体の中に入ってきたら追い出そうとするんですね。花粉症だって鼻水とか涙とかくしゃみであれ全部追い出そうとしてるわけです。アレルギーだからね、うん、この異物を追い出そうとしてね。でこれ24菌なんで、純菌って体の中に取り込んでも全く害がないって言われてるのが24菌なんですね。なんだけど害はなくとも自分が作ったものではないので、うん、やっぱりね追い出そうとするんです。で追い出そうとしてることが子どもの頃のどんどん肌が生まれ変わっているあのメカニズムと金の糸を追い出そうとしてることが全く同じなんですね。血管が金の糸を追い出そうとしてあの金の糸の周りにね集まってくるんです。これって子どもがなんで夏休み終わったらすぐ白い肌を取り戻せるかって言ったら血流がとってもいいから自分で肌を作るメカニズムを子どもは持ってるんですね。別に体はこの金の糸を入れたからといって肌をきれいにしようと思ってるわけじゃないんです。だけど追い出そうとして結果的にこの金の糸の周りに新しい血管が伸びてくるっていうことは本当に子どもの頃のどんどん肌が生まれ変わってるメカニズムと全く同じなので、どんな方でも必ず入れたその年から10歳から15歳若くなるのが金の糸なんです。この人が入れる前がこんな感じだったんですね。もう40歳で毛穴の開きとかをすごくやっぱりご本人は気にされてたんですね。で、金の糸を入れて1年後がどうなったかって言ったらこんな感じ。彼女はおそらく30の頃はこういう顔してたはずなんですよ。それが40になって年相の顔になったのを金の糸を入れてまた元に戻したっていう。これ今うちのクリニックで3万5000人の方が金の糸を入れましたけれど、みんな同じような結果になる。つまりみんな入れた年から10歳から15歳皆さん若くなられたので一人のクレームもない。だから言われた通りになった。要するに先生はうちのドクターは何を言ってるかって言ったら、うん、最初引っ張る人だっていうふうにね、大体そう思ってる人が多いと思うんですよね。あれは引っ張って形を変えてるだけで、うん、若く見せてるだけで、だから若く見せる引っ張る糸と、うん、本当に若くなる金の糸っていうのは全く別物。あとニキビとかでもですよ。彼女が金の糸を入れてこれが2週間後で2ヶ月後ですからね。抜本的改善じゃないですか。すごい、まるでうちのドクターのように今度アトピーな。これね、免疫細胞って本来はこの自分の体を守ってくれる正義の味方ですよね、うん、要は自分の中を守ってくれる細胞が免疫細胞なわけですよね、はい、それがねこのアトピーっていうのは何かのきっかけでおかしなスイッチが入って自分自身を攻撃しているような状態がこのアトピーの状態なんですね。だから免疫疾患と言われるわけですよね。で金の糸を入れるとどうなるかって言ったら、うん、こうなりました。これは今までは皮膚の内側に攻撃してたわけですね、免疫細胞が、はい、うん、それが金の糸に向かうようになるので対処が変わったんです。だからアトピー体質が治ったわけではないんだけれども、アトピーが出なくなる。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録とベルのマークを押していただくと見逃すことがございませんので、ぜひよろしくお願いいたします。